毎週水曜日は九州経済です。アメリカ大統領選の投票がスタートということで結果はどうなるのか、それで九州の経済へ影響はどういうふうに出てくるのか、はい、そこにズームアップしたいと思います。長崎県立大学教授の鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。お願いします。 アメリカ大統領選の投票が始まりまして、結果注目されますね。どうなるかそうですね。あの、結果判明に、まあ、数日間要するとも言われてますけれども、はい、えっと、今日はちょっとあの、貿易と、はい、あの、自治体の友好姉妹都市ですね。<ー>えー、この二つの点から、九州のアメリカ度について考えてみたいと思います。なるほど。 あの、ま、もともと九州っていうのはアジア度が高いっていうことだったんですけれども、えー、ま、日本全体がアジアシフトを進めてきたので、うん、まあ、ああの、 九州の高いアジア度っていうのは最近は全国にキャッチアップされつつあるんですが、まあ依然として中国、韓国、台湾、香港、アセアン諸国との貿易額っていうのは依然として大きいので、ええ、まあその裏返しとしてアメリカとの貿易額が占める割合っていうのは全国ほどは大きくありません。うんえー、昨年の全国の輸出に占める、あの、アメリカの割合っていうのは、 あの、全国の場合20%占めてて、うんえー、九州は13%占めてるんですね。うん、で、全国の輸入に占めるアメリカの割合っていうのは10%、九州は6%。ですから、あの、九州の貿易面でのアメリカ度っていうのはちょっと低いかなっていうところです。で、昨年の 九州からアメリカへの輸出っていうのは、1兆5300億円あって、はいうん、アメリカから九州の輸入っていうのは6600億円。<お>引き算すると、九州は8700億円の対米貿易黒字っていうふうになっています。黒字ですね。うん、で、この黒字額っていうのがどのくらいの規模かっていうと、韓国ほどではないんですね。うん なんだけど、中国よりもは貿易黒字額は大きいっていうことで、うん、あの、九州からアメリカを見ると、韓国に次ぐ、まあ、お得意先となるほどいうことになっています。で、そんな、あの、昨年のアメリカとの貿易について、はい、あの、輸出品目、輸入品目、どんなもんなのかっていうことなんですけれども、 九州からアメリカへの輸出品目の第一位は、これもダントツです。<お>あの、自動車。あ、そうなんですね。これはもう福岡県のトヨタ、日産、もちろんなんですけれども、貿易統計では山口県まで九州に含まれますので、はい、あの、山口県豊富の松田ですね。ああ<ー>。これの輸出も効いてくるということになります。なるほど。えー 九州からアメリカ向けの自動車の輸出金額っていうのは、アメリカ向け輸出総額のなんと6割弱を占めてると。えー、あの全国も自動車の輸出は多いんですけど、輸出額の3割ぐらいっていうので、えー、まあ自動車のウェイトが高いんですよね、九州は。う で自動車に次ぐ2番目の品目っていうのは、これはクル米とか都の城で作られているタイヤ、うんあ。これがアメリカ向け輸出の7%占めてて、その他の品目で輸出比率が5%を超える品目はありませんから、あの、九州からアメリカ向けの輸出っていうのはもうこれ自動車関連でほぼ語り尽くせるということになります。うん えー、この輸出については大体予想通りなんですけどちょ、輸入がちょっと違っててですね、あの、九州のアメリカからの輸入品目の1位っていうのは、まあ、おそらく小麦とかトウモロコシとか大豆って言った穀物類かもしかすると肉類かなっていう、食材だろうと思ってデータを見るとちょっと違っててですね。 九州のアメリカからの輸入額シェア、まず第3位が、はい、あの原油です、油。シェール革命以降、アメリカっていうのは世界最大の原油産出国が続いてるんですけれども、えー、その頃から九州のアメリカからの原油輸入額もまあ増える傾向にあると。えー、で、あの近年、アメリカが中東での紛争に。 なんかちょっと無頓着になっているような気がするんですけれども、うん、あれってア,アメリカがもうその気になれば国内で原油を調達できるメドが立ったっていうことも影響してると思うんですよね。あ,<ー>あの、九州のアメリカからの輸入学シェア2位っていうのは予想通り、これは小麦とかトウモロコシなんかの穀類で12%占めています。そして輸入学シェア第1位、16%占めてるのが、 あの、シェールオイルを掘削するときに、付随的に同時に出てくる液化石油ガス、あの、プロパンガスですね。<ー>これが一番の輸入品目というふうになっています。<ー>えー、ですから、あの、LPG だとか、プロパンガスだとか、原油以外の石炭とか、液化天然ガスなんかも輸入していますので、 あの、鉱物性燃料の輸入額シェアは44%<ー>、えー。九州とアメリカの貿易事情は自動車を輸出して燃料を輸入するっていう関係になっています。<ー>あの全国の場合も自動車が輸出品目1位なんですけど、はい、あの輸入はあのファイザー、モデルなってどっかで聞いたぞっていう感じですけれども、はいはい、医薬品が1位になってますですね。 それとあの、有効姉妹都市についてですけれども、あの、九州の自治体で世界と姉妹都市結んでいるのが191市町村がありますけれども、うん、そのうち39がアメリカの市町村ということになります。大体、えー、いいこれ20%ぐらいがアメリカと姉妹都市なんですが、はい、ちょっと興味深いのが今、アメリカ大統領選の激戦州、 が北部のラストベルトっていうのと、ええ、南部のサンベルトっていうところに分かれてるんですけれども、はい、この中と姉妹都市結んでるところどっかあるのかなって探したらですね、大牟田市がミシガン州のマスキーガン市っていうのと、 あの、ノースマスキー岸市っていう二つの都市と友好姉妹都市関係を結んでいます。<ー>それと、南の方では鹿児島県がジョージア州と、うん、あと福岡市がジョージア州の州都、アトランタ市と姉妹都市。あ,<ー>あの、大牟田市の場合ですね、ええ、あの、お相手のミシガン州の二つの都市って、ミシガン湖の、うん、あの、大きな港があって、はい えー、そこが機械工業が発達しているっていうことで、うん、ま、有明海に面した三池港と似ていると言えなくもないかなっていう感じですね。<laughs> で、<laughs> 鹿児島県のお相手のジョージア州ですけれども、はい、これはあの19世紀の南北戦争の中心地で、うん、あの、明治維新とか西南戦争の中心になった鹿児島と似ていなくもないと。<ー> <laughs> それと福岡市のお相手のアトランタ市ですけれども、えー、これ北緯33度で、福岡市とほぼ同じ位置なんですね。そうなんですね,ねで、アトランタも商業都市かつコンベンション都市っていうことで、うんうん、あの、まあ、都市構造も似ているっていうことですね。うんうん、あともう一つですね、これ姉妹都市じゃないんですけれども、はい、最大の激戦州の ペンシルベニア州のピッツバーグですね。はいあはい、私もあの昭和の時代にピッツバーグ大学留学してたんですけれども、<ー>このピッツバーグってあの鉄冷えからの脱却っていう点で、<ー>かつて昭和の時代に北九州市が先進事例としてはい、はい 熱心に研究対象としていた都市なんですね。あ<ー>あの今ではもう北九州の方が逆転しちゃって、えー、あの自動車とか電子部品、ロボット、洋上風力なんかで、うんあの、北九州の方がよっぽど成功しているので、うん、あの、なんか、ね、ピッツバーグも大統領選でもめるよりも北九州市学んではいかがかなっていう気にもなるんですが、<laughs> <laughs> このピッツバーグの場合、ね、日本製鉄が、ええ、あのピッツバーグ本社の US スチールの買収計画を進めているっていう。うん これが最大の激戦州のペンシルベニア州の票の行方に影響を与えてますし、うん、あの、九州からアメリカ向けの自動車輸出絶好調ですけれども、GM やフォードが本拠地を置くミシガン州の票の行方に影響を与えているっていうことですよね。うん、ですから、今の元気な九州の産業っていうのは間接的にアメリカ大統領選に影響を与えている一方、 大統領選の今度の結果っていうのは、九州に何らかの影響を与えるのは間違いないんじゃないかっていう感じで結構深い関係があるって、ね、いうことになります。 まあ、アメリカですから、本当にそういう影響を与える国々っていうのは多いですからね、多いね日本もののですのね。メインパクトを受ける世界が注目してますよね。ねえ、果たして一体、ハリスさんなのか、トランプさんなのか、どちらになるのか、このあたりも注目したいと思います。すはい。鳥丸さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。した長崎県立大学教授の鳥丸悟さんでした。